ニュースです。維新中条きよし氏が参院質疑で新曲 PR 国会を宣言利用。歌手でもある日本維新の会の中条きよし参院議員が参院質疑で自身の新曲についてお買い求めくださいと PR したことについて同僚議員から不穏当との指摘が出た。ツイッターでも拡散し国会を宣伝に利用しているのではないかとの疑問の声が上がった。参院事務局の広報課は広告行為の禁止規定はないとした上で議員の品位を傷つける行為にあたるか検討されると回答した。